皆さんこんにちは。今回なんですけれども、クラシコについて少しお話したいと思います。早速なんですけれども、このねバルセロナ対レアルマドリの一戦に向けてですね、まあ両チームのスタメンですとか戦い方ですとか、そういったものにね、言及していきたいと思います。まずバルサですね、まあホームで、戦うバルサですけれども、まあこの試合に関しては、今シーズンねクーマンがやってきた 4-2-3-1、 これをですね、再びやって、その連動を高めてきた連動というものをね、確かめることになると思います。で、システム 4-2-3-1 で予想スタメンでいくと、まあ、メッシが出るトップにいて、っていう形になると思いますけれども、まあ、ポイントとしてはですね、バルサは、まあ、右のウィングですね、ここが、まあ、グリーズマンで来るか、あるいは、ね、先日チャンピオンズリーグで活躍したトリンカオで来るか、ここはちょっとね、どっちかなっていうところになってくると思います。で、あとはサイドバックのところで、ジョルディアルバがコンディションがどうかというところですね、割といい感じでね怪我から回復してきているようですけれども、ここがもしかしたらベストになるかもしれないっていう可能性もあるので、まああとはですね、お方そんなにこう変化はないかなと思います。一方マドリーはというところですけれども、こっちはね結構まあ面白いんじゃないかなというか、結構その割れるんじゃないかなとね、予想がそう思うんですけれども、まあ基本的には 4-3-3 で来るんじゃないかなという気がしますが、ポイントとしてはやっぱり中盤のところをですね、もうちょっとこう地段が厚くしてくる可能性があって、そうなってくると 4-4-2 とか、あるいはね 4-5-1 っていうね可能性もね捨てきれないんじゃないかなと思います。でとりわけですね、フェデリコ・バルベルデですね、フェデリコ・バルベルデを使ってくるかどうかっていうのは、僕はかなり大きなポイントになってくると思いますし、僕は個人的にはですねフェデリコ・バルベルデ使ってほしいなと思いますし、バルベルデをこう右にね、置いてっていうことをやると、まあ、バルサはバルサで結構その左の攻撃が強いので、バルベルデを右に置くか、あるいはインサイドハーフのところに置いてこう前プレーをね強化していくっていうことをやるか、まあいずれかがねすごく重要になってくると思いますけれども、まあその 4-3-3 よりも、まあ 4-4-2 とか 4-5-1 でいった方がいいんじゃないかなと個人的には思っていてですね、特に 4-4-2 はこの試合に関してはやると、ジダン監督としてはね、あのジダンマドリーとしては、すごく今のバルサ、この4人最初に来るバルサに関しては対してはすごく組みやすいんじゃないかなと思うので、何しろこうマドリーはですね今シーズン、守備のところで結構その昨シーズンに比べてね、あのプレー強度が落ちたとか、まあ、前からプレスになかなか行けなくなってきてるっていう指摘が、まあいろんなところでね、されていますけれども、これはやっぱり、まずですね、まあ、選手ですね、カゼミロとかセルヒオラモスとかこの辺りの選手がいない試合っていうのがですね現実的に出てきていて、まあ、これはねジダンがカゼミロをね休ませるためにスタメンから外してるっていう試合もありましたし、そういったところも含めてですけれども、ただこのジダンが少し不思議なのは、そのカゼミロがね、いない試合でもフェデリコ・バルベルデを使わないみたいなところもあって、僕としてはカゼミロいないときは、まあ、バルベルデとメンディはね必須だっていう話を、まあ、この前このセミナーでもしたんですけれども、そうやって考えていくと、やっぱこのバルサみたいなチームとの試合っていうところになってくると、まあもちろんカゼミロと、まあ、セルヒオ・ラモスもねなんとか怪我から復帰して間に合いそうなん でそこにプラスメンディとかバルベルデとかをもう一回こうバチンとはめて、バルサに対してきちんとプレスをかけていくっていうことをやった上で、最悪まあ 0-0 でも OK で、ゴールが奪えれば 1-0 で勝てるかもしれない、セットプレー含めて、っていうところまでやっぱプランニングして戦う必要があると思いますし、今のバルサはねこう決してそんなにこう得点力があるわけではないので、しっかりこう主導から組み立て徹底守るってことを考えれば、じゃあ僕は個人的にはやっぱ 4-4-2 で、あるいは 4-5-1、まあ、4-4-2 ですね、 4-4-2 で行ってほしいなと思っております。試合のポイントとしてはですね、バルサは結構まあ今シーズンの左サイドから攻めることが多いというのがあって、まあ、これは当然ですね、まあ、左サイドバックのジョルディ・アルバ と、左のボランチに入っているデヨング、まあ、そして左のウィングのアンス・ファティ、まあ、この辺りが中心にというところですが、さらにですね、まあ、コーチーニョ、トップ下に入っているコーチーニョとかも、まあ、結構左に流れてくるというのが傾向としてありますし、まあ、メッシもねこう左の側に寄ってきて、まあ、ジョルディ・アルバとかにスルーパスを出すのが得意なので、そうなってくるとまあ必然的に左の攻撃、ここのスペースの使い方っていうのはね、このマドリー戦においてもかなりポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、これに対してですね、マドリーが、まあ、まず右サイドカルバハルがいないんで、
おそらくナチョで来ると思うんですけれども、じゃあナチョ一人でストップできるかっていうとかなり厳しいと思うので、なので僕はね、先ほども少し言いましたけども、フェデリコ・バルベデを使って、まあ、右側のインサイドハーフか、なんだったらサイドハーフでもいいんじゃないかって思ってるぐらいなんですけれども、ここにはバルベルデを当てて、あとはこう、カゼミロがね、そっちのカバーリングにかなりこう気を使うように、そっちを強化していくようにした、いった方がいいと思います。で、まあ、そうなってくると、じゃあ左サイドはってなると、まあ、こっちはメンディを置いておいてですね、左側全体的に彼にカバーしてもらうっていうのがすごくいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そうなってくるとですね、バルサにとっての左サイド、マドリーにとっての右サイド、ここがかなり試合のポイントに、大きなポイントになってくるんじゃないかなと思います。